おはようございます。自由民主党の斉藤洋明です。本日政府提出の干ばつ等特措法の改正法案に関連しまして質問させていただきます。私の地元もかつて林業が盛んだった地域を大変多く抱えておりますが、いずれもですね、林業が盛んだった地域は今過疎化が進んでおります。それは林業が今なかなか経営が成り立たないことが大きな原因となっております。本日この法改正は2050年カーボンニュートラルの実現に向けた再造林の促進ということでありますが、林業に関する施策はですね、この林業の振興という観点から継続的に取り組んでいただきたいと考えております。では早速質問に入らせていただきたいと思います。私は新潟県でございますが、積雪地にこの法律で特定墓地の開発ということが盛り込まれておりますが、積雪地あるいは寒冷地に適した特定墓地の開発ですとか、あるいは苗木の生産者、資料を拝見しますと現在のところやや西高東低の傾向にあると思いますが、苗木の生産者が地域的な偏りなく育成されることが長期的には望ましいと考えますが、農林水産省の見解をお伺いしたいと思います。本郷林野庁長官。お答えをいたします。本法案においては、成長に優れた苗木を積極的に用いた再造林を計画的かつ効率的に推進するための措置を新たに追加することとしておりますが、そのためには、それぞれの地域の気候に適した品種の苗木を開発し、安定的に生産していくことが重要と考えております。これまでに指定された特定墓地は、この3月に指定された26品種を含めて413品種あり、このうち積雪地に適した品種として、雪害抵抗性を有するものが19品種ございます。今後、地域のニーズを踏まえつつ、より増やしていきたいと考えており、現在、林木育種センターにおいて、新品種の開発を積極的に進めているところでございます。また苗木の生産者については長期的に減少傾向にありますことから、苗木生産への新規参入及び生産規模の拡大を図るため、新たな苗木生産者の確保に向けた技術研修に対する支援、苗木生産に必要な機械や施設等の整備に対する支援、苗木の需要者や生産者に対する生産需要に関する情報提供等を推進しているところです。これらの取り組みにより、地域の気候に適した品種開発、およびこれらの苗木の安定的な供給を図ってまいります。斉藤洋明君。ありがとうございます。ぜひ地域の特性に応じたこの苗木の生産体制の構築に格段のご配慮をお願いしたいと思います。2点目にお伺いしたいと思いますが、森林吸収量の確保等の点でですね、この法律ですと、あるいは今現在のスキームにのっとって開発された特定墓地の樹種なんかを拝見してますと、針葉樹が中心となっておりますが、この法律の目的であります森林吸収量の確保という観点からしますと、広葉樹よりこの杉などの針葉樹が優れているという点はどういう点でしょうか。で、今後広葉樹等のですね、さまざまな樹種の特定墓地を開発する考えはないかお伺いしたいと思います。本郷長官。お答えいたします。森林の二酸化炭素吸収量は樹種や地域等のさまざまな要因によって異なります。広葉樹にも成長が早く吸収量が大きい樹種もありますが、我が国の森林においては一般的に杉などの針葉樹の人工林は天然の広葉樹林に比べて成長量が大きく、二酸化炭素の吸収量も大きい傾向があり、森林吸収量の確保の観点から優れていると考えております。特定墓地については杉、ヒノキ、カラマツなどの主要な造林樹種を指定していますが、地域の木材需要も踏まえた多様な森林整備を進める上で広葉樹の造林も重要と考えております。近年では家具やバイオマス用の広葉樹材の確保に向けて、センダンや柳などの短期間で成長して早期に活用できる創生樹に注目が集まっており、こうした創生樹種の開発や造林技術の開発が進められているところです。今後成長に優れた特性を有する広葉樹の開発や広葉樹造林の動向を踏まえつつ、特定墓地の指定について検討してまいりたいと考えております。斉藤洋明君。
ぜひ偏りのない幅広い特定母樹の開発をに取り組んでいただきたいと思います。針葉樹は大変優れた特性を有することは今ご答弁いただいたとおりですが、一方で花粉症の問題もありますし、また材の価格は低迷している状況でですね、今までと同じその割合で人工林の整備を進めていいのかということについては、いろんな考え方があり得ると思います。幅広いさまざまな樹種によって構成される森林の形成ということが長期的には災害防止などの観点も含めてですね、望ましいと考えておりますので、ぜひご配慮をお願いしたいと思います。3点目にお伺いしたいと思います。この法律によりまして、特定増殖事業を実施するにあたりまして、この優れた形質を有する特定母樹ということでございますが、特に挿し木の場合はいわばクローンを生産して植えるということになると思います。その挿し木の場合は優れた遺伝的形質が伝わりやすいということはあると思いますが、一方でその遺伝的欠陥が仮にあった場合、この遺伝的欠陥もたくさんの個体を共有するということになる恐れはないか、農水省の見解をお伺いしたいと思います。本郷長官。お答えいたします。林木育種センターが実施している林木育種事業では、これまで各地域で成長が優れたものを精鋭樹と申しますけれども、精鋭樹として選抜し、これらを人工交配により掛け合わせ、その中からさらに優れた樹木の選抜を進めてきたところでございます。特定母樹はこの選抜の過程の中で病虫害にかかりやすいなどの欠陥のあるものを排除するとともに、選抜されたものの中から成長や材質に優れたものとして指定するといった方法で選定しておりまして、特定増殖事業を実施するにあたって、このような過程の中で遺伝的に欠陥のあるものはすでに排除されているものと考えております。斉藤博明。同じ種類の樹木であってもですね、同じ場所に植わっていても全く成長が違うということは、私も田舎育ちですのでよく見ておりますが、この遺伝的欠陥なるべ排除するように配慮していますということでありますが、ぜひそれはお願いしたいのとですね、それからやっぱり樹木というのは年数かけて成長するものですから、後からですね、分かるような欠陥ももしかしたらあるかもしれないという懸念はあると思います。ですので、ぜひ長期的にですね、その経過観察をしていただいて、より良い母樹の開発に努めていただきたいと思います。4点目にお伺いをしたいと思いますが、林業をどこでもですね、私の地元でもそうですが、担い手の確保が非常に重要になっておりますし、また待遇の面もちょっと後でお伺いしたいと思いますが、その中で作業環境をやっぱり良くするというのが非常に重要だと考えております。でその観点で、この路網の整備ということに関連してお伺いしたいんですが、効率化、省力化のために、本当に多様なスペックの路網の整備を心がけていただきたいと考えております。と申しますのは、技術が進展して、大型の重機を入れたいので、もっと高規格の林道を、あるいは作業路を整備してほしいというニーズもございますし、また一方でですね、手持ち機材からして、こんなハイスペックの路網はいらないと、これで十分というような話がある場合もあります。多様なスペックの路網整備が重要と考えますが、農林水産省の見解をお伺いしたいと思います。本郷長官。お答えいたします。林業の担い手の確保のためには、高性能林業機械の導入や木材の効率的な輸送で生産性の向上や省力化を図り、山側への利益の還元や働く方々の労働環境の向上を図っていくことが重要だと考えております。このためには基盤となる路網整備を地域の実情に応じて推進していくことが不可欠と認識しております。森林の傾斜や担い手の状況といった地域の事情に応じて、大量の木材の輸送に必要となる幹線となる林道、森林専用用のトラックが走行するような林業専用道、森林内で高性能林業機械が作業するための森林作業道ということでですね、広さや、あるいは
最大荷重ですとかそういうものが違った多様なスペックの路網を適切に組み合わせた整備を進めていくこととしております。特に令和3年度予算においては森林整備事業を拡充し幹線となる林道の開設改良を重点的に進める山村強靭化林道整備事業を創設したところであり今後ともこれらの予算を最大限活用して路網整備の推進に取り組んでまいりたいと考えております。斉藤博明君。ぜひよろしくお願いします。ことをこの路網整備をはじめとするその施業環境の整備ということに関しましては実際に施業にあたる森林組合の関係者の皆さんとのこのコミュニケーションが非常に重要だと考えております。ぜひ継続的な現場とのコミュニケーションをお願いしたいと思います。次にこの法律に限らずですね林業の振興を図るためには何といっても林業の現場で働いていただく方々の確保が非常に重要だと思います。でそのためには処遇の改善これは欠かせないと思います。平成29年の国税庁の民間給与調査によりますと全産業従事者の給与平均432万円に対して林野庁の統計によりますと林業従事者が343万円と89万円の差があります。この林業労働者の確保のために給与面での処遇改善これはぜひやっていただきたいと思いますが見解をぜひ政務からお伺いしたいと思います。田梨副大臣。ご指摘のとおり林業従事者の年収ですが非常に少ないということに加えて日給制が7割とですね非常に多い、そこら辺非常に大きな問題だと思っております。そこでですねまずはやっぱり経営体の力をつけてもらうということ販売力やマーケティング力の強化エリート3の導入この法律にもありますけれども造林間伐コスト削減など生産性の向上による林業経営体の収入増大、そして1年を通じた複数の林業作業の習得によって通年雇用化の促進によって必要通年雇用化の促進に必要な支援を行いまして林業従事者の所得向上や処遇改善につながるよう引き続き取り組んでいきたいというふうに思っています。また林業従事者が有する技能を適切に評価する技能検定制度に林業を追加することについて業界団体による仕組みの早期創設に向けた取り組みへの支援を強化し技能に応じた処遇の改善を進めていく考えでございます。斉藤博明君。ぜひ継続してお願いしたいと思います。地元の森林組合にお伺いしますと若い人たちも入ってきてはいるんですね。入ってきてはいるんですがなかなか定着をしない。でそれは処遇給与の面の問題も非常に大きいということをやはり伺います。でとりわけですね初任給もさることながらその入って5年10年してもなかなか給与が伸びないという中堅の方々の処遇改善がなかなか進んでいないという現状があるというふうに認識しておりますのでぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。最後にお伺いしたいと思います。最近自然災害が激増しております。緑の強靭化つまり干ばつをですねしっかりやって災害に強い森林を作っていくということが重要と考えますが農林水産省の見解をお伺いします。本郷長官。お答えいたします。国土の7割を占める森林の整備保全を進めていくことは国土の強靭化にとって、極めて重要だと考えております。災害に強い森づくりの観点から個々の樹木の成長と根の発達を促していくこと林内に適度な光を入れ下草の発生を図ることが重要であり間伐を適切に実施していくことが必要です。このため農林水産省では平成30年度から防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策として干ばつ・林道の改良等の森林整備対策を集中的に実施してきております。さらにこの3カ年対策に引き続き令和2年度補正予算から措置されることとなった防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策にも森林整備対策が位置づけられ氾濫した河川上流域や
重要インフラ周辺における森林整備等を重点的、集中的に実施するため必要な予算を計上したところでございます。引き続き国土強靭化や地球温暖化対策の取り組みを加速化し、地域の安全安心を確保するため必要な森林整備を進めてまいりたいと考えております。斉藤博明君。ありがとうございます。質問終わります。よろしくお願いします。次に稲津久志君。